ではですね、じゃあ次、9番私が読むか。次は、はい、うん、友達に550万円を貸してまだ返してもらえてません。うわ、実はです。あ、最強の取り立て方法を教えてください。うわマジ、これ実は、あ、もうな、もう、うわ、いやーな、お金はやっぱ貸さない方がいいよね。あかん、その通りよな、ほんまな。550万よう貸したな。なんで貸すの。いやでもさ、私の友達さ3000万貸してさ帰ってこなかったんだよ、うん、しかもね、何の仕事してる人な、なんすごいな、3000万の人、3000万の人、何の仕事なんだろうね、なんか分かんない。ボンボンだったの、ボンボン、 お嬢様だったのかな。逆にすごいな、自分のお金じゃないんだ。ほんまや、親の金や。3000万くらい貸して、ないな、そいつ。しかも貸した人があれなのよね、なんていうの、消されたのよね。消された、逃げたんじゃ。怖い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 、なに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 、牛始末も始まった急に。なに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 、なんかね、なんていうの、ちょっと言葉がわからないけど、うん、そう、殺されたというか。殺された。怖い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 、もうやめよ、この話やめよ。次の話に行きましょうか。やめよ、やめよ、やめよ。じゃあ、次のマシュマロ、次のマシュマロ行きましょう。次のマシュマロ。はい、はい、はい。無理、無理、無理。危ない、危ない、危ない、危ない。帰ってくると思うな。はい、今のアーカイブから消えるかもしれないですね。はい、はい、はい。じゃあ、上原さん読んで、上原さん読んで。